ちは？一緒にステージに出てくるはずなのに。あ、本当だ。みんな、どうしたの？世界でライブやるときはいつもノリノリだったじゃないの。なんで今さら緊張してんのよ。だって今まではモーモージャンプとしてのライブだったから。でも今回は私の誕生日で、私がメインのライブでみんな楽しめるのかなってちょっと不安になっちゃって。じゃあみんなに聞いてみようか。え？ミク、リン、ちょっといいかな。みんな、私たちのライブに来てくれてありがとう。誰のためのライブかもちろん知ってるよね。さあ、今日の主役の名前を教えて。せーの、みなみちゃん。みんながお祝いしたいのは誰？みなみちゃん。今一番会いたいのは誰？みなみちゃん。もう一度、会いたいっていう思いをもっともっとたくさん込めて呼んであげて。せーの、みなみちゃん。シャキッとしなさい。私たちだってついてるんだから。ええ、それにここにいるみんなはみのりちゃんに会いに来てくれたのよ。うん、みんな今日は私のバースデーライブに来てくれてありがとう。すごい、本当にみんな私のために。よかった、みんなの気持ちみのりちゃんに届いたね。じゃあ今度は私たちが届ける番だね。みんな待たせちゃってごめんね。ここからが本番です。みんなに聴いてもらいたくてたくさん練習してきた曲があるの。私のファンだって言ってくれたあの子にもいつか届けたいと思って頑張ってる曲でもあるんだけど、それを今日はここにいるみんなのために歌います。全力届け、天使のクローバー。
メじゃん。改めてお祝いだね。うん、みんなも準備してね。じゃあ行くよ。みのり、お誕生日おめでとう。私だってもう一度ステージに立つためにみのりからたくさんの勇気をもらったから。みのり、本当にお誕生日おめでとう。